手元のHRです。いやー、やっぱり発表になりましたね。昨日4月30日にですね、雇用調整助成金特例措置が、これ前の動画でもお伝えしているようにですね、5月6月からざっくりと1万5000円出たのが1万3500円に縮減がされると、3月に発表がありましたが、やっぱりこの緊急事態宣言も出たり、まん延防止も出たりとかで、そういう休業者はもう絶対増えるでしょうっていう中でですね、やっぱり再延長、ギリギリ、昨日4月30出ました。ということで、その条件をしっかり見ていきたいと思います。この動画はですね、そういった改正をですね、逃すことなく見ていくために、ちょっとしっかりどういう、制度変更になったかというのをお伝えできればと思います。では早速、はい、これを見ていただきたいんですが、これがちょっと一番わかりやすい厚生労働省の発表の資料なので、これで使っていきますが、はい、まずですね、延長についてということで発表になりました。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年4月30日までを期限に雇用調整助成金特例措置を講じてきたところですが、一部内容を変更し、この特例措置を6月30日まで延長いたしますという発表です。どういうところがですね、前回の発表と変わったかというと、原則的な措置ということで、これ中小企業大企業も一緒です。実際は1万5000円の今ですね、始末まで、昨日まで支給になってたものが1万3500円に、変わる。これは変わらないです。ただし、業況特例1と地域にかかる特例2という、この2つが加算、まあ加算というか増えるということなんですね。これ、業況特例1というのは全国すべて関係がするというね、後ほど見ていきます。で、ここに該当すれば、5、6も変わらず1万5000ということなんですね。地域にかかる特例、これは緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が出ているところですね。ここに関しても変わらず1万5000ということになります。では、その、業況特例と地域にかかる特例ですね。これを見ていきたいと思います。業況特例1。です。特に業況が厳しい全国の事業主ということなんですね。対象となる事業主、こういうふうになってます。A、B がありましてですね。で、A と B それぞれの月平均値の生産指標、売上高などですね、を比較し、A が 30% 以上減少している事業主ということです。A、休業の初日が、属する月から遡って3ヶ月間の生産指標。B、A の3ヶ月間の生産指標に対して前年同期または前々年同期の生産指標ということですね。例として令和3年5月から休業実施した場合ということで、こういったことが出ております。で、対象となる休業等は令和3年1月8日から6月末までの休業等、短時間休業を含むということで、このあたりのところを実際該当しそうな企業様ですね、しっかりまず見ていただければと思います。続いて2です。はい、米に。地域にかかる特例ですね。で、これは主に緊急事態宣言及びまん延防止等、重点措置。この2つが出ているところですね。営業時間の短縮等に協力する事業主に関しては、以下を満たす飲食店や催し物イベント等を開催する事業主等ということです。まん延防止等重点措置の対象区域において、都道府県知事による要請等を受けて、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、要請等対象施設のすべてにおいて、4、営業時間の変更、収容率、人数条件の制限、飲食物提供またはカラオケ設備利用の自粛に協力するということです。で、対象となる休業等、要請等、対象施設における以下の期間を含む判定基礎期間の休業等、短期間休業を含むということで、ここのですね、この厚生労働省ホームページに掲載する区域及び期間というのが出てますので、ここで見ていただくということになっているようです。はい。まあ、やっぱり、まあ、そうですよね。延長になりましたよね。まあ、ただ、ここでまた一つはっきりしたのは、6月までですということで1個出ましたので、また、7月以降どうなるかということで、そうですね。まだまだ続いていくのかどうか、変更がありましたら、引き続き、この、エモトの HR でも、速報で流していきたいと思いますので、ぜひ動画チェックいただければと思います。ということで、次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。